やっはろー、どうもこんにちは、アニメリアクション人ことマジアデギハマーです。現在2024年の3月6日水曜15時、22分ですね。確か今日はあいみょんさんの誕生日じゃないでしょうか。はい、僕たちは勉強ができない10話 D アニメストアで見ていきます。先に軽く自己紹介。はい、自分の本業は大道芸人、ギャリパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から洋菓子、目覚ましテレビ、生放送、そして世界もアニメ、テレビ特捜部などテレビ、30本以上出演。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたけれども、現在もコロナの影響で全く仕事が戻ってこず、ほぼ無収入状態の中でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さとチャンネル登録者数の伸びなさ、これにずっとメンタルボコボコにされてますけども、1日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひ応援お願いします。ではいきます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけるわからないタイムで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時視聴、もしくは普通に視聴いただいた後にリアクションだけを確認ということでお願いします。いきます。3、2、1、スタート。あ、ちょっと、なぜか3秒進んでました。3、2、1、スタート。夏休み、受験生にとって夏の大イベントは海でも山でもスイカでもない。予備校か、新キャラやな。私も強いんじゃない。後輩、小南明日美一個上なるほど、あれ見たらもんや、ヒヤジョー真帆、ドラゴンゲートじゃないわ、あのシュタインズゲートのドラゴンゲートプロレスやん。小南、何だっけ、小南、ちょっと出すか、僕たちは勉強できない。また変わった小南って言うちやったな。キャラクター、小南明日美、あ、ヘルメットかぶってるわあ、これね、ミスターティーチャー採点は、かの新天地で出前の恋筋は X と開口する。これ誰やろ、聞き覚えな。しかし成行のアホ毛は東京のうんこビルみたいね。
サイグサゼミナル、サイグサミオさんのサイグサやね。これはもしかしてやけど、なんでこんな北斗の拳の雑魚みたいに、メイド喫茶か、あ、 ここで働いてたりしてな、小南。秋葉メイド戦争思い出すな。絶対絶対そうやわ。先輩やな。これサムネイル、そうやな、名所やったよな確か。サムネイルどうなんだっけ、えらいね、自分で。どういう立ち位置やねん。悪い点数なんじゃん。細海坊主がおったぞ。翌日。この声誰やろうな。数日後。
34度。おっつ。何この博士みたいなの。あれ、アスミの親父。やっぱり内緒かな親に。女子が親父ってなかなか読まん。小南診療所。もう医者の娘やったんかい。北斗の拳の名。彼氏。えらいとこ挟まれたな。お父さんと呼びなさいってか。めちゃめちゃおもろいぞこのお父さん。ちっちゃいな。あ、ジョモさん。あ、ちっちゃ。あ。リズより、リズが143やからね。アシュミー先輩、メイド喫茶ハイステージ割引券、お兄ちゃんメイドがメイドが好きなの。ああ水木ね、これ
休み時間。次の休み時間。さらに次の休み時間。洗濯わさび。143cm はあれや、アマネリリーや、あの愚かな天使ね。アーカホリボックス。ゴリラ豪雨。おう、すけすけ。この間の、あ、そう、そうやね、そうやね、あれ。まあやっぱそう思うわな、お互いそう思うわな、そら。彼氏ってさすがはアスミの彼氏だ。ああうん、梅昆布茶はうまいぞ。地獄好き。さあね、メイド喫茶言えへんもんね。これは
エンディングやな、もう。あ、もう終わりか。こう。またねばきびあ、ちょっと このシーンあったっか。ちょっとわからなかったな、ここ。ちょ、声誰やろ、ほんまに。ああ、朝比奈まどかさんね。しかもあのメイドが小川さんと赤尾ひかるさんと、じゃあちょっともう一回見よう。朝比奈まどかさんね。最近何出たっけな。テンプルの次女やったっけ、ちょっと胸回せたけど。確かそうよね。朝比奈まどか。30歳だな、若い。最近で言うと、テンプルの、あ、ミア・クリストフか。そっか。あ、そっか、働く魔王様の佐藤翼。Cパートあり。あ、サムネイルここで来るかな。ハートかな。何？あ、サムネイルここや。これは一体？このたらし野郎が。ちょっとキャストみたい。どれがマチコや。あ、赤尾光さん、桑原由紀さんね。メイドラゴンのトールやと小川さんが、なかなかなメンツで。赤尾光さんって確かに2002年生まれとか違ったけどな、確かめっちゃ若いような。朝比奈、86、ニーナ・ランツ。ニーナ・ランツ、妹か、あのメガネの、ちょっと名前忘れたけど。あ、小南明日美書いてあるな、2019年。かぐや様出てたんか。あ、これ何て読むんだっけな、あれ。なんたらカレン。あ、そうや、高木さんのポニーテールの、せいせいせい、高川すみれや、せい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 。こんなお顔なんやね。で、赤尾光、確か2002年生まれだったな。あ、全然ちゃうわ、95年か。誰と間違ってね、誰かと間違ってんな、まあ前は。28歳なんやね。146センチ、ちっちゃ。既婚者なんやね、ほんで、まあ前は。ということで、今回、小南明日美ね、
いや、いいキャラクター出てきたな、これは。まず予備校に通い始めて、夏季講習、夏季講習に、まあ、成幸が行って、まあ、中学生かと思ったら、ところがどこへ、一個上の先輩。ん ?2 年目ってことは、高3で10、2年目ってことは、20歳になるってことか。ってことは、2個上なんかな。で、まあ、また、板書が早いからっていうので、まあ、もう写しとけって言ってね、やってたのも、そんだけできるのにもかかわらず、まあ、自分で学費とか稼ぐために、予備校代とか稼ぐために、まあ、メイド喫茶で働いてると。何年働いてんのね、姉子って言われてもね、おっさん二人から。と、あと、この町子、日村、三国、ちょっと誰が誰かわからんかったけど、これも全員、だから後輩ってことやね。やけど、まあ、物理があかんって言ったっけ、なんであんな悪いんや、その予備校行ってて。これが最初に、リズとね、フミノにも、同じこと言いましたけど、ここまでどうやってやってきたんやと。どうやって、まず、一ノ瀬学院を卒業できたのかが謎ですわな。まあまあ、それはいいとして。まあ、やはりメイドやったということで、何暇な時は勉強させてくれるし、まあ、融通が利くええとこなんやということで。で、そこから、あれ、どういう経緯で家行くことになったっけ。あ、そうや、お父さんとぶつかったよね。成幸がお父さんとぶつかって、まさかの医者の娘やったことが判明。で、そこに、まあ、おい、定期忘れてってんぞって言ってきたことで、なんだその格好は。いや、彼氏の趣味やねんということで、彼氏に仕立て上げられてしまったと。で、その後、ファミレスで、まあ、全員と遭遇してしまい、やはり中学生と間違われると。で、その後3人も夏期講習に来たんか。で、その休み時間のたびにこうね、リズが来て、板書が写せなかった。1ピコメートルも分からなかったでもね。ほんで、ウルカはウルカで、日本人は日本語でやらなあかんでしょみたいな。あれ多分英語の教科書かな。で、フミノはもう、眠気を誘う、どうのこうので、洗濯ばさみね、挟んできたおもろかった。で、その帰りか。ん?その帰りか?あ、参考書か。で、なんかその参考書を、ちゃんと自分にあった参考書を、で、勉強者は映像みたいな、があって、赤堀ブックスで買った帰りに土砂降り。ゴリラ豪雨が来たわけね、ゴリラ豪雨。で、ゴリラ豪雨来て、避難したのね、診療所に、あれ小南診療所か、小南診療所で、そこで、まさか前回のブラが出てくるとは思わなかったな。うん、素晴らしい。前回のブラが出てきたとこはまず素晴らしかった。で、まあ、文野は文野で、まあ、彼氏どういうことやねんということやったけれども、まあ、文野は果たしてね、お前にとって特別なんじゃないか、違いますけど、ゴゴ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 やったけど、あの反応的には文野はまだなんかな、まだとりあえずやっぱリズとウルカを思ってんのかな。で、最後 C パートではちょっと誘惑するようなことあったけど、このたらし野郎がって、ケチャップで書くにはうまい字やったな、さすが長年働いてるけどね。さあ、だからここからこの小南明日美が果たして、このね、恋愛的なことで入ってくるのは否か、あの最後の反応がほんまなのかどうなのかね。出会ってすぐやしな、どうなのな。まあでも一目惚れという言葉があるぐらいしね、どうなのな。はい、ということで、僕たちは勉強ができない10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここからは1分ちょいで自己紹介します。興味のない方はここで切ってください。はい、自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしてますが、現在コロナの影響で、約4年1ヶ月仕事が全くない状態、貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックいただいて、できたら本業のチャンネル登録、応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてますんで、ぜひ見てみてください。そして今日ですね、アニメのリアクションその他もろもろスタートして1441日目、長いです。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年、4月25日からパフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、
いつの間にやらこのチャンネルでアニメリアクションスタートしてしまってからの、約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年8月18日までのリアクション動画、自ら出て削除させられるという地獄が始まりました。なんとか乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生するチャンネル登録数ほんまに伸びず、もう何やっても無駄。まあこれね、もうずっとメンタル粉々されてるんですけれども、まあそれでもやればできる諦めないで伝えたいと思って、気合と根性だけでコロナかかろうが、インフルかかろうが、病気しようが、怪我しようが、何しようが、一日ますます動画投稿を続けてます。ぜひとも応援よろしくお願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジョギニハマーでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは失礼します。